春アニメの放送スケジュール教えます。ということで今回は4月から放送開始の2023年春アニメの放送曜日と配信サービスをすべてまとめて紹介していきたいと思います。この動画を見れば今日から放送が始まる2023年春アニメの放送スケジュールがすべてわかるんで、最後まで見て今期春アニメの放送スケジュールを確認してもらえればと思います。それでは本編です。月曜日、アリスゲアイギスエクスペンション、こちら初日放送は4月3日で、配信は D アニメストアと DMMTV で21時から地上波先行最速配信で配信されます。その他の配信サービスは1週間後21時から配信されます。続きましてこちらのスキン異世界やスマートフォンとともに2期、こちら初日放送は4月3日で、配信はアベマで深夜2時から独占配信になります。続きましてこちらのスキン、彼女が公爵邸に行った理由、こちら初日放送は4月10日で、配信は DMMTV で独占先行配信で22時から配信されます。その他の配信サービスは3日後から5日後に順次配信されます。続きましてこちらのスキン、君は放課後インソムニア、こちら配信は4月11日の深夜1時から D アニメストア DMMTV で先行配信になります。その他の配信サービスでも順次配信が決まっています。続きましてこちらのスキン、クマクマクマベアパンチ、こちら初日放送は4月3日で、配信アベマで22時30分から地上波同時単独最速配信になります。そして4月6日から D アニメストアで22時30分から配信されて、その他の配信サービスは4月10日から配信されます。続きましてこちらのスキン、ゴールデンカムイ第4期、こちら初日放送は4月3日で Amazon プライムビデオ独占配信になります。続きましてこちらのスキン、デッドマントディスプレイ、こちら初日放送は4月10日で D アニメストア U-NEXT アニメ放題で24時から配信されます。その他の配信サービスは4月17日から配信されます。火曜日、ザ・マージナルサービス、こちら初日放送は4月11日でDMMTV で26時から配信されます。その他の配信サービスは4月14日、17日、18日から配信されます。続きましてこちらのスキン、スキップとローファー、こちらの初日放送は4月4日で地上波放送同時で DMMTV で23時から先行配信されます。その他の配信サービスは4月9日23時に D アニメスターで配信されます。2話以降は毎週土曜日の23時配信になります。そして4月11日23時からその他の配信サービスでも配信されます。水曜日、青のオーケストラ、こちら地上波放送は日曜日最速で、配信の方は毎週水曜日12時に各配信サービスで配信されます。続きましてこちらのスキン、東京ミュミュニュー第2期、こちら放送は火曜日最速で先行配信でアベマアニメタイムズで26時から配信されます。そして D アニメストアでは4月8日24時に配信されて、その他の配信サービスは4月11日24時から配信されます。続きましてこちらのスキン、アイドルマスターシンデレラガールズ U149、 こちら初日放送は4月5日でニコニコで24時30分に単独先行配信されます。その他の配信サービスは4月8日24時以降から配信されます。続きましてこちらのスキン、推しの子、こちら初日放送は4月12日でアベマで23時に地上波同時単独最速配信されます。その他の配信サービスは4月13日23時以降配信されます。続きましてこちらのスキン、神なき世界の神様活動、こちら初日放送は4月5日で D アニメスターで24時30分から地上波先行単独最速配信されます。その他の配信サービスは4月11日24時30分以降配信されます。続きましてこちらのスキン、この素晴らしい世界に爆炎を、こちら初日放送は4月5日でアベマ D アニメスターで24時から地上波先行最速配信されます。その他の配信サービスは4月10日24時以降配信されます。続きましてこちらのスキン、ニエ姫と獣の王、こちら初日放送は4月19日で DMMTV で25時から先行配信されます。その他の配信サービスは4月23日24時以降配信されます。木曜日、異世界でチート能力を手にした俺は現実世界も無双する、レベルアップは人生を変えた、こちら初日放送は4月3日で FOD で4月3日24時から地上波放送先行配信されます。あとは D アニメストアで4月6日25時から配信されます。その他の配信サービスは4月8日25時以降配信されます。続きましてこちらのスキン、王様ランキング勇気の宝箱、こちら初日放送は4月13日で Amazon プライムビデオで4月13日25時55分から独占配信されます。続きましてこちらのスキン、オーパスカラーズ、こちら初日放送は4月6日で DMMTV で4月6日24時から独占配信されます。続きましてこちらのスキン、ドクターストーンニューワールド、こちら初日放送は4月6日で各配信サービスで23時から配信されます。続きましてこちらのスキン、魔法使いの嫁シーズン2、こちら初日放送は4月6日で4月6日23時から Amazon プライムビデオ、光 TV、レミオで配信されます。続きましてこちらのスキン、私のユリアお仕事です、こちら初日放送は4月6日で4月6日24時から DMMTV で先行配信されます。その他の配信サービスは4月13日12時から配信されます。金曜日、勇者が死んだ、こちら放送は木曜日最速で4月7日2時から D アニメストア DMMTV U-NEXT で先行配信されます。その他の配信サービスも配信予定です。続きましてこちらのスキン、エドマイエルフ、こちら初日放送は4月7日で D アニメストアで4月7日3時から単独最速配信されます。その他の配信サービスは4月11日12時から配信されます。続きましてこちらのスキン、可愛すぎクライシス、こちら初日放送は4月7日で4月7日24時から DMMTV U-NEXT で配信されます。その他の配信サービスは4月11日、4月14日24時から配信されます。続きましてこちらのスキン、週末のアルキューレ2期、こちら初日放送は4月14日で Netflix で独占配信になります。続きましてこちらのスキン、ポケットモンスター新シリーズ、こちら放送は金曜日最速になります。続きましてこちらのスキン、マッシュル、こちら初日放送は4月7日でアベマ D アニメストアで4月7日24時から配信されます。その他の配信サービスは4月10日12時から配信されます。続きましてこちらのスキン、魔法少女マジ
ジカルデストロイヤーズ、こちら初日放送は4月7日でアベマ DMMTV で4月7日26時25分から配信されます。その他の配信サービスは4月10日、4月11日24時から配信されます。続きましてこちらの作品、女神のカフェテラス、こちら初日放送は4月7日でアベマ DMMTV で4月7日26時55分から配信されます。あとは D アニメストアで4月10日26時55分から配信されます。その他の配信サービスは26時55分から配信されます。続きましてこちらの作品、六道の悪女たち、こちら初日放送は4月7日で DMMTV で4月7日25時35分から地上波放送同時配信されます。土曜日とにかく可愛い第2期、こちら放送は金曜日最速で D アニメストア U-NEXT アニメ放題で4月8日12時から配信されます。その他の配信サービスは4月11日12時から配信されます。続きましてこちらの作品、バーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン2、こちら放送は金曜日最速で4月8日から各配信サービスで配信されます。続きましてこちらの作品、異世界召喚は2度目です。こちら初日放送は4月8日で4月8日深夜2時30分から控え TV レミオで配信されます。続きましてこちらの作品、異世界ワンタンキル姉さん姉同伴の異世界生活始めました。こちら放送は4月8日土曜日配信なんですが、アベマの方で4月7日22時30分から地上波先行独占先行配信されます。あとは D アニメストアで4月11日火曜日23時から配信されます。その他の配信サービスは4月14日金曜日22時から配信されます。続きましてこちらの作品、エデンズゼロ第2期、こちら初日放送は4月1日で Hulu DMMTV で4月1日25時30分から配信されます。4月6日、4月8日25時30分からその他の配信サービスでも配信されます。続きましてこちらの作品、お隣に銀河、こちら初日放送は4月8日で D アニメストア U-NEXT で4月8日24時から地上波先行配信されます。4月13日24時からレミノでも配信されて、その他の配信サービスは4月14日24時から配信されます。続きましてこちらの作品、地獄楽、こちら初日放送は4月1日で Amazon プライムビデオ、 Netflix、 光 TV で配信されます。続きましてこちらの作品、タイガー&バニー2、こちら Netflix 独占配信です。続きましてこちらの作品、シビゴジラの逆襲、こちら放送後翌週土曜朝7時より各配信サービスで配信されます。毎週土曜日朝8時より最新話を YouTube にて1週間限定配信もあります。続きましてこちらの作品、天国大魔教、こちら初日放送は4月1日で22時からディズニープラス独占配信です。続きましてこちらの作品、僕の心のヤバいやつ、こちら初日放送は4月1日で4月1日深夜2時から Amazon プライムビデオで独占配信です。続きましてこちらの作品、ミックス名声ストーリーセカンドシーズン2度目の夏空の向こうへ、こちら初日放送は4月1日で夕方5時半から放送されます。続きましてこちらの作品、山田くんとレベル999の恋をする、こちら初日放送は4月1日で D アニメストアアベマで24時30分から配信されます。その他の配信サービスは4月4日12時から配信されます。日曜日、ぐんまちゃんシーズン2、こちら放送は土曜日最速で4月9日8時30分からアニメタイムズレミの DMMTV で配信されます。その他の配信サービスは4月14日から配信されます。続きましてこちらの作品、機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2、こちら初日放送は4月9日で午後6時から各配信サービスで配信されます。続きましてこちらの作品、鬼滅の刃刀鍛冶の里編、こちら放送は日曜日なんですが、配信の方は4月10日夜1時から、第2話以降は毎週0時から各配信サービスで配信されます。続きましてこちらの作品、さざ波送信純潔を捧ぐ、こちら3月25日24時からアニメフェスタで先行配信されます。その他の配信サービスは4月2日から配信されます。続きましてこちらの作品、事情を知らない転校生がグイグイ来る、こちら初日放送は4月2日でアベマで4月2日22時から配信されます。あとは4月9日 FOD Amazon プライムビデオで22時30分から配信されます。その他の配信サービスは4月10日以降から配信されます。続きましてこちらの作品、転生貴族の異世界冒険録、事情を知らない神々の使徒、こちら初日放送は4月2日で4月2日21時から D アニメストア DMMTV で配信されます。続きましてこちらの作品、逃走中グレートミッション、こちら初日放送は4月2日で21時から放送です。続きましてこちらの作品、マイホームヒーロー、こちら初日放送は4月2日で U-NEXT アニメ放題 D アニメストア DMMTV で4月2日24時から配信されます。その他の配信サービスは4月7日以降配信されます。続きましてこちらの作品、ワールド大スター、こちら初日放送は4月9日で4月9日23時から DMMTV で配信されます。その他の配信サービスは4月11日以降配信されます。以上が4月から放送開始の2023年春アニメの放送予備と配信サービスをすべてまとめて紹介してきました。この動画見れば2023年春アニメの放送スケジュールがすべてまとめてわかるんで、来期春アニメの放送スケジュールを確認する際にこの動画見て春アニメの放送スケジュールを確認してください。かなりまとめるの大変だったんで、少しでも役立っていたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画しましょう。バイバイ。